今回は足の上げ方、軽く足を上げる方法ですね。はい、で、一応ご質問をいただきまして、どうなっちゃうかっていうのをどう思ったというと、例えばこうお尻が上がっちゃうとか、ここが下がって、足を上げたいんだけど腰が上がっちゃうっていうことですね。でもちろんこういうふうにこう上がっちゃう方多いんで、かなり、ほとんどと言ってもぐらい多いんですけど、それは足を上げようと思った時に、本人的にはそうした方が足が上がるんじゃないかなと思って、どうしても腰の筋肉を使って、腰を上げる、骨盤を上げる筋肉を使って上げちゃう。でもう一つ上げるパターン、腰が上がっちゃうパターンは、今はどっちかというと腰が上がっちゃうパターンなんですけど、軸足を押しすぎちゃうと外転筋、腰を上げる筋肉が入っちゃうんですね。ここをギュッて押すと、そのパターンの方と最初に腰を上げちゃう人っていうのがいます。でもちろんこの方は最初の合わせ後のターンとか10点って段階でも大概上がってるので、パスもそうですけど、だから、デベロッペだけじゃなくてその前からそうなってます。で、通常で言うと内転筋が弱いので内転筋をエクササイズしましょうみたいな感じになるんですけど、それももちろん一つパターンですね。内転筋を、弱いっていうよりはオンになってないっていう、僕の場合は考え方なんですけど、それは内転筋のエクササイズをしてあげると骨盤は劇的にまっすぐになるので、これも後で紹介しましょう。で、今日は、そういうパターンですごい簡単に足を上げるっていう方法をお伝えします。で、僕の考え方は、例えば筋力がないとかっていうよりは、その自分の体の使い方がわからない、つかめてない、あとは違う方を使っちゃっててっていうだけなので、正しい体の使い方、自然な体の使い方を覚えてあげると足っていうのは上がるんだっていうのを覚えてほしいんですね。で、1個情報としては、足を上げるっていうことは、この足は重いわけですよね。重いのを上げなきゃいけないっていうのが一つ事実です。これが絶対的